ジョン・ヒュームは北アイルランドの政治家。1979年から2001年まで社会、民主労働党の党首であった。欧州議会の議員、また、イギリス議会と北アイルランド議会の議員でもあった。ヒュームは北アイルランドの政治史の中でも、とりわけ重要な役割を果たしたと見られている。北アイルランドの平和プロセスの立役者の一人として1998年度の ノーベル平和賞の受賞者の一人である。ヒュームは、ロンドンデリーで生まれ、同地のセントコロンバカレッジで学び、そこで、同級生だった詩人、シェーマス・ヒーニーと知り合う。その後、メーンルースにある有名なカトリック神学校で、アイルランド国立大学の一カレッジである、セントパトリックカレッジで教育を受けた。そこで彼は、死災になるための勉強を進めたが、その後中退し、 故郷で教師となった。ヒュームはデリーのクレジットユニオン運動の発起者の一人であり、1960年代後半のデリーでの市民権運動で指導者として、頭角を表した。市民権運動が最高の盛り上がりを見せた1969年には、北アイルランド議会の無所属議員となり、1983年にはイギリス議会で議員となった。また1979年には、 ジェリーフィットの後継者として、社会民主労働党の第二大党首となった。他に、北、アイルランドからの欧州議会議員の3人のうちの一人でも、あった。ヒュームは北アイルランドの昨今の政治的、進展、1985年の AI 合意や1998年のベリファスト合意などに、多大な貢献をした一人と目されている。ヒュームは1998年、 アルスター統一党のネビット・トリンブル党首と共にノーベル平和賞を受賞している。2004年2月4日にヒュームは政界からの完全な引退を表明した。2020年8月3日、ロンドンデリーの老人施設で死去した。83歳ボーありがとうございます。